型外しは、江戸時代の御天女中や官女たちに言われた曲げ。郊外に片方だけ巻き込んだ紙と平たい、つとが特徴で御天女中の代名詞的な髪型だった。歌川国吉京都の公家に仕える女性が、公家の姫と将軍との婚礼の際に、江戸に下り、大奥に広めた髪型。このため、郊外さえ外せば、下げ髪になるように、曲げがかりゆいされている。 ツとは、クゲか上流武器にのみ言われた特殊な形をしていて、強風では、青いタボと呼んで、青いの葉や、乾燥しいたけのような、平たく薄い半円形を二つつなげた形になる。特徴的なのは、後ろで一つにまとめた紙を輪にして、紙の片端だけを郊外に巻きつけるところ。普通の郊外曲げはまとめた紙の根元も郊外に巻くが、こちらは、根元はそのままで。 公害さえ抜けば、すぐに下げ髪になるように仮祝いのままにしておく。したがって髪飾りも、ほとんどつけず、公害の他は串や、平ちかんざしなどを使うのみの質素な印象。歌舞伎では、キャラ仙台萩の乳母、正岡、鏡山急西経の岩藤など、お家物演目に登場する武家の女房が、この片外しのかつらを使うことから、こうした役柄のお山のことも、 型外しと呼ぶようになった。ありがとうございます。